ラジオサロンド国丸、今週のお客様、岩崎よしみさんです。こんにちは。ちはよろしくお願いします。えー、岩崎よしみさんです。えー、1961年東京のお生まれでございますが。はい。 うちをまあ、あの、お約束のお質問で、どんなお子さんでございますかあの、私は三人姉妹の末っ子なんですけれども、はいええ、まあ、姉の広ろに言わせると、うん、一番上の姉はすごく女性っぽい、うん、でも自分はすごく男っぽい、うん、あんたはいいとこ取って真ん中ねってよく言われましたけれども、<laughs> あの、どちらかっていうと母親のスカートの後ろを持ってる、ええ、あんまり前に出るより恥ずかしがり屋で人見知りっていうところはありましたね。そうだったんですかはい。 あお姉さんのひろみさんと外国人ごっこやってたってこれなんですかこれそうなんです。父がよくあの、イタリアの、うち木工機械の輸入販売の仕事をしておりまして、よくイタリアとか外国に行くんですね。うん、で、まだあの、国際空港が羽田だけの頃。ああ羽田にみんなでこう、車で送りに行ったり、迎えに行くんですよね。うん、母が運転して。そうするとこう、外人さんがいらっしゃるじゃないですか。うん、そのところにすっと溶け込んでですね、うん、私たちも外人になりきってですね、<laughs> 嘘の英語で、<laughs> <laughs> ってかやって遊んでたのがすごく楽しくて <laughs>、あんなバカなことよくやってたんだと思うんですけど <laughs>、もう外国人ごっこが、ああ、花田だ、あ、外国人ごっこができるっていう <laughs>、そういう遊びでございました。 覚えてるでしょそのことよく。覚えてますよ。で、あの、浦島太郎ごっこなんかもよくやっておりましてね。浦島太郎ごっこ。はい。うん、あの、学校のプールが、あの、小プールと大プールとありまして、うん、大プールの方が25メートル、50メートルって大きいプールなんですけど、うん、あの、足が全然つかなくて、で、私あんまり運動が苦手なんですね。うん、でも、広ロミアもとにかく何でも得意でですね。うん、で、まあ、浦島太郎の、あの、亀の役で、こう、泳いでくるんですよ。 で、プールサイドにいる、私は浦島太郎役で座ってると、太郎さん、どうぞ私の背中にって言って、姉のひろみの背中に乗って、うわーとか言って、わざとこう沈んだりして遊ばれるっていうね。そういう遊びもしてもらいました。でも仲はいいですよね。仲いいです。本当に仲いいですね。ねよく遊んでくれました。 音楽への興味ってのはいつだったんですかあのうちはいろんな習い事をですねもう行っていた幼稚園はもう何ですかそのバイオリンをやらせたりとか、うんうん もうとにかく小さい頃からピアノもやりましたしあの稽古事もね剣道を、うん、父の影響で剣道をやったり、うん、乗馬をやったりと、うん、もういろんなことやっててその中で一つだけあの音楽の先生の家うちに遊びに行って昇華を歌って飴をもらって帰ってくるみたいなお稽古事があったんですね、はい、それを一番上の初美もやり広ロもやり私もやっていたんですけど、うん、やっぱりそれが一番長く続いて楽しかったし 歌を歌うことがすごく楽しくなってきて、うん、でよくあの一番上の姉やひろみが覚えた歌を私も覚えちゃって、うん、であの家で歌ったりハモったりっ。えどんな歌ですか。もうあのそれこそいちごの歌とか学校の消華ですよね。うん、はあそうなんだ。ええ、もう本当に消華ですね。えー、まあ、あとはその。 テレビでやっていた歌をね、うん、あのベッチクリスの「白色恋人の色」とか、うん、あのそういうものを歌ったりすることもありましたけどね岩崎良美さんが一番最初に買ったレコードって何ですかそれが私すっごいうち恵まれててね、うん、一番上の姉がロックを聴いてビートルズとかサンタナとか。うんうん 広ロはモータンダイアナ・ロスはい、はい、ジャクソン・ファイブマイケル・ジャクソンが好きで、うん、で私はものすごくいろんなものを聴けていたんで、うん、じゃあ自分で買うのはどうしようと思った時に、うん、なぜかアルバムはディープ・パープル・バンっていうねハードロックえっ良さん何歳の時ですか中学1年生か2年生,2年生 2> ああそうなんだ で、あの、本当にあの、いつも姉が、たちが、学校が遠かったものですから、うん、なかなか帰ってこないんで、うん、一番先に帰ってくる私は、うん、みんながいない間に、こっそり姉たちのレコードを聴くんですよ。うん、そうすると歌詞を覚えちゃってたりして、あんたまた聞いたわねってバレちゃうっていうね <laughs> <laughs> あ。レコードって傷つけちゃうから、大事にしてます。そう、傷もつけちゃって。その頃は歌うのは楽しいんだけど。はい。 まさかこの世界に入るってのはまだ司会の中に入ってないでしょ全然ないです。でも、とにかくうちはヒロミが飛び抜けて歌が上手かったので、うん、もう誰もが認める歌う人、うん、この人は歌うお仕事に行くだろうなっていう、もう、うん、みんなが思っていたんですよ。うん、えー、っと、お姉さんのヒロミさんがですね、1975年デビューですね。はい。もうとにかくすごかったですもんね。出す曲出す曲。うん、もう私も大好きでしたし。うん、うん それを見てたわけですよね。見てました。でもね、夜中に帰ってくるでしょ、うん、で、あさも早く出ていくんですよね。うん、マネージャーさんが迎えに来て。でもね、疲れたの一言ないんですよ。でも、ものすごい楽しそうにしてんのね。うん、それで私もやりたくなっちゃったお姉さんにはじゃあ相談していいんじゃないってすぐ言ってくれたんだ。そうですね。へー。えー だいたい自分が結構忙しかったりすると「あんた大変よあんた」っていう話かなと思ったらそうじゃないんですかそうじゃないですね大変だと姉は思ってたとは思うんですけど、うん、あの本当に楽しんでやってましたねへえ1980年はいデビューなんですけどもはいこれがいきなり売れちゃいましたね、うん、いや売れたかどうかわからないんですけれども、うん、おかげさまで大人っぽいね、うん、あの 本当大人っぽい赤と黒なんてスタンダールのね。あの一応読みましたけど、うん、途中まで。<laughs> うん、まあ難しくて、もうびっくりしました。大人っぽい歌詞が。え見、ー、さんからじゃはい。それでは1980年、私岩崎吉見はこの曲でデビューしました。赤と黒。1980年、岩崎吉見さんのデビューヒット、赤と黒。ちなみにこれ何歳の時ですかえ18でデビューしました。 18? はい。この時に、あの、世界大会というのに出していただいて、ディオンのワービックの後に私、この赤と黒を歌ったんですよ。もう緊張しちゃって、あの、マイクにお花がついてたんですけど、<laughs> テレビ見るとお花しか映ってないぐらい。<laughs> <laughs> えー、岩崎よ美さん、明日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。